日本東京都世田谷区気ぬ地域、北見北見は東京都世田谷区の町名。現行行政地名は、北見1丁目から北見9丁目。郵便番号157-0067。世田谷区気ぬ地域に属する。南北に細長い町域を持ち、北で、狛江市東の川、東で、西条、南東で、大倉、宇な根、南側の玉川西岸で、川崎下幕関。 宿河原、西で、狛江市、狛江町、岩戸南、岩戸北に隣接する。小田急電鉄小田原線が北部を通り、9丁目に北見駅がある。住宅地の地価は、2018年1月1日の工事地価によれば、北見9から19から6の地点で36万7千円、平方メートルとなっている。中世には、本拠地である江戸を追われた江戸市が、 本拠地を構え、江戸時代には短期間ながら、この地に班長を多く、北見藩が存在した。1927年4月1日、北見駅が開業した。1967年6月初め、都市均衡農家の多角経営化と家庭園芸化のために、木田農協が園芸センターを開園した。1300年代初期には、木田見とある、16世紀後半頃に、 北見、北見や北見と見られる。この付近は古くの古代集落の遺跡が発見されており、歴史は古い。しかし、地名の語源ははっきりしていない。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道は北西部の狛江市との境界に小田急線。 北見駅があるが、駅からの徒歩圏以外は駒マ11、コマ12、たまれい5、たまれい7、たま7、8系統等のバスを利用して、狛江駅、泉玉川駅、成城学園前駅、二子玉川駅等に出る人が多い。世田谷通り、玉包通りを経由する、路線水道道路を経由する路線北見駅、発着路線。ありがとうございます。